トム・ブロコートーマス・ジョン・トム・ブロコはアメリカのジャーナリストニュースキャスター。元 NBC ナイトリーニュースのキャスターである。アメリカ合衆国サウスダコタ州出身。1965年にジョージア州アトランタにある WSBTV のアンカーとして報道会にデビューした。1976年から1981年まで NBC トゥデイのキャスターを 1982年から2004年まで NBC ナイトリーニュースのメインキャスターを務め CBS イブニングニュースのダン・ラザー ABC ワールドニュースのピーター・ジェニングスと並んで3大看板キャスターの一人となった NBC ナイトリーニュースのキャスター時代はミハイル・ゴルバチョフダライ・ラマ14世のインタビュー取材1989年には崩壊した ベルリンの壁での最速での現地リポートに成功した。1998年には、ザ・グレイテスとジェネレーションで大ベストセラーとなった。NBC ナイトリーニュースの交番後も、不定期で NBC の番組に出演している。2008年には休止したティム・ラッサートの代役として、ミート・ザ・プレスの司会を務めた。第二次世界大戦世代のアメリカ人について、 社会が生んだ最高の世代と呼んでいる。ありがとうございます。